富山港駅とは、かつて、富山県富山市西宮海岸通りにあった日本、国有鉄道富山港線の駅である。東、岩瀬港においては1922年4月より、着手した第一期拡張工事が、1928年3月に、完了して1000トン級機船の入港が可能となり、1929年4月からは3000トン級機船の入港を可能とすべく、 第2期拡張工事に着手し、これも1936年3月に竣工した。これによって、東岩瀬港における貨物取扱は療は、1931年には、一出入合計19717トンであったが、1934年には47639トンにまで増大し、東岩瀬町周辺の工業地帯化も進んでいった。 こうした貨物輸送需要増加の状況を背景として、富段鉄道は貨物取扱駅の拡大や線路改良工事を進めると同時に、1931年4月11日に西宮岩瀬不動間の鉄道敷設免許を受け、臨港線建設の計画を進めた。そして同社は1936年12月27日に高等学校前駅,駅駅越中岩瀬駅間に、 西宮信号所を設け、そこから岩瀬不頭駅まで通ずる貨物船を開業させたのである。当初は高等学校前駅より分岐して、富賀運河沿いに東岩瀬港に通ずるルートが計画されていたが、道行拡張工事の状況に鑑みこのような形に変更された。これにより、普賀鉄道線における貨物輸送量はさらに増加していった。 昭和40年代に入ると、モータリゼーションによって、富山高専における輸送量は、価格ともに前然時減少していった。また、オイルショックや産業構造の変化に伴い、富山市北部工業地帯の工場は、業種転換や撤退を余儀なくされる事例が相次いだ。このような情勢や国鉄の貨物輸送合理化方針によって、1986年11月1日に、 富山高線における貨物運輸営業は廃止され、同時に当駅も廃止された。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線。 一覧別表掲載中、投液接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、投液接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における、投液接続の専用線は以下の通りであった。ありがとうございます。